さあ始まりました Emerge the Japan Channel Season 2024。 この番組は30年前の初開催から現在まで世界のインディーズアーティストが一堂に集まる世界最大のライブコンペティション大会 Emerge の歴史、魅力などをこれまでに出場したアーティストの楽曲を交えながらお送りしていきます。では早速なんですけど、本日まず紹介させていただくアーティストは Emerge the Japan 2020の、2023ですね、失礼しましたのファイナリスト Tickers Hype です。それではぜひ聞いてください。 Tickers Hype で Showtime。お送りしたのはティッカザイプでショータイムでした。ティッカザイプからコメントをいただいてますので聞いてください。皆さんこんにちは。こんばんは。ティッカーズハイプです。今回私たちの曲を紹介していただけるということでありがとうございます。もう1年前になるんですね。エマージェンザジャパンの決勝についてはですね、音響も照明もとってもいい箱で、もう迫力あるステージができて17分間めちゃめちゃ楽しくできました。周りの人たちもですね、私たちと同じぐらい優勝への思いを持ってくれていたのもありがたかったですし、私たちは静岡からということで当日はバスをチャーターしてお客さんと一緒に横浜まで行ったのもですね、なかなかないいい思い出になりました。あと本番後に準決勝のライバルだった方が来て、なんでこれ準決勝の時にやらなかったんですかって言ってくれまして、 SNS でもティッカーズハイプがすごいことになってるってつぶやいてくれたのはですね、なんか認めてもらえた感じがしてすごく嬉しかったです。はい。そして今後の目標としてはですね、今回はエマージェンザジャパンというコンテストで、横浜サウザントクラブさんのステージに立たせていただきましたが、今度は自分たちの力であの規模のステージをできるようになりたいなと思ってます。なので今日このラジオでティッカーズハイプのことを知っていただけた方、そして今まで応援してくれている方、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、ティッカザイプのお二人コメントありがとうございました。はい、ありがとう。ティッカザイプはですね、ボーカルのアスカさんとキーボードの、越井しまみさんからなる2ピースユニットなんですよね、はい、2人組でございます。でなんか懐かしさをねすごい感じる、レトロサウンドと現代サウンドがなんか融合したような、特徴あるアーティストさんなんですよね。そうね、はい、素敵だったね。はい。でボーカルのアスカさんは、2023大会エマージジャパンのファイナルでですね、ベストシンガー賞を受賞されました、すごいソウルフルで、はい、なんか気持ちの入った歌を歌うアーティストだなと思って、すごいパワフルなんですよ ね、はい。で今コメントでもちょっと言ってくれてましたけど、ファイナルでは、予選と準決勝は、もともとは2ピースユニットなので、キーボードの越井さんが、キーボードを弾いて飛鳥さんがこう歌うっていう、スタイルで、予選と準決勝は2人で出演してくれて、で決勝はもうすごい人数でしたね。何人もしたっけ、ダンサーいて、そうダンサーいて、でサックスプレイヤーとかもね、そうですよね、入れてドラムももちろんいて、ね、ベースもいてって感じで、コメコメクラブみたいになってましたね。本当華やかだったね。すごいいい意味でですね、一気にやっぱ華やかになって、各アーティストさんとね、僕毎回、予選準決勝決勝と、必ずテクニカルミーティングっていう、ちょっとしたね、どういう機材使いますかとか、どういうセットで組みますかとか打ち合わせをするんですけど、やっぱ決勝の時の打ち合わせは、なんか予選準決勝の時と規模が違いすぎて、これすごいですね、どうするんですかみたいな。バスチャーターしてきたってすごいですよね。あれすごかったね。なんで本当にやっぱ、準決勝の段階でも、予選からすごかったんですけど、ティッカーザイプさんは投票数が、準決勝はもうすごくて、やっぱさすがに、東京までね、ファンの方も会場まで来るのは大変だったと思うんで、はいはいはい、オンライン投票の方が、やっぱり圧倒的に多かったんですけど、すごいコメントとか、そうね、めちゃ
ちゃくちゃいっぱいやっぱアップされてて、うん、ファンに愛されてるアーティストなんだなっていうのが分かります。まあ、決勝戦はオンライン投票だけで120票入ってたんですよね。すごいよね、はい、うん、もうなんかティッカーズハイプ現象と僕東崎さんは最近言ってますもんね。そうね、その、まあ、要はオンラインで強いバンドのことをね、はい、多分前回の放送でもちょっと言ったかなと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりそのエマージェンザジャパン東京大会に関しては、うん、生配信とオンライン投票を、はいはい、コロナ以降からやりだしたので、うん、地方の、ね、アーティストさんが、うん、結構、前にコロナ前に比べて、たくさん参加してくれるようになってきて、うんうんうん、そこでこのティッカーズハイプさんのようにそのやっぱり会場にお客さんはなかなか、はい、連れてくるのは難しいんだけど、うんうん、オンラインですごい票を獲得して決勝まで上がるっていうアーティストがどんどん出てきてるなっていう印象があるんで、 そこでティッカーズハイプ現象と、はいはい、僕東崎さん勝手に名付けてるんですけど、ね、いや本当ね、地元のファンに愛されてるなっていうのをすごい感じるんよね、うん、はい、うん、なのでやっぱりこういったティッカーズハイプさんみたいに、うん、実力のあって頑張って決勝までファイナルまで行ったアーティストさんの、ね、ことをどうやったらじゃあ決勝まで行けるんだろうっていう、うん、特に地方の方から参加、をしようとしてるアーティストさん、うん、参加してくれてるアーティストさんはぜひこのティッカーズハイプさんチェックしてもらいたいですね。あ、本当ね、うん、でね、本当ね、ライブが素晴らしいんで、はい、ぜひぜひ検索してライブ見てほしいよね、うん、そうですね、うん、やっぱり曲もいろんなスタイルがあって、うん、今日ね紹介させていただいた、うん、ショータイムは、結構なんだろう、楽しいノリノリな感じの楽曲 で、はいはいはい、でそれもそれでかっこいいですし、やっぱバラードすごいいいですし、うん、そうね、はい、サブスクだったり、SNS の方で、うん、ティッカーズハイプの今後のライブ情報であったり今後の活動、はい、音源であったり、確認してチェックしてもらえばなと思います、はい、ぜひぜひ。